参ります。引き受けた。任せてもらおう。お姉さんがサポートするわ。任せてもらおう。新たなスキル発言だ。スキルが更新されたぞ。タイプを上位クォーツに置き換えたぞ。あらまあ、何やら楽しそうなことしてはるね。おひいさんも裏解決屋はんたちといろいろ楽しんどったみたいやね。探しもんを追いかけてきてみれば、こないおもろいことになっとるなんてな。ああ、あんさんらがおっとる外郭やないよ。昼間も言うたけど、ちょいと面倒ごと押し付けられててな。へえ。アンさんも相変わらずその気にさせるのが上手やね。ええー、よ、使えるもんなら使うてみ。なんだ、何かが焼かれる音。音響、いや、何らかの働きか。まさか正面から突破するつもりか。敵の姿がつかめ、上にも応援要請を。騒ぎが始まった。かかったみたいね。MK 社の最新ドローンだったが、まだ公式発表もされてねえ代物とはな。複数同時制御は神経使うけどな。次は兄さんたちの出番や。周辺の民間人にも気使いつつ、正面でしっかり騒いできたってや。ああ、任せときな。やれやれ。にしてもバンの野郎、いくら人手がいるからってこんな飲んだくれに頼む仕事じゃねえだろ。私も荒ごとは久しぶりだけど、ジャックだって嫌いじゃないでしょ。まあな、これも駆け引きだ。シード、あんたたちもしっかりね。ああ、行くぞお前ら。おう。これならある程度は戦力を引きつけられるやろ。リゼット、そっちの準備はええな。ええ、作戦ポイントに到着しました。ありがとう、ミラベル。あとは任せてもらうぜ。ほな、始めようか。オープン。
ごちそうさん。しみは取るぜ。こんなもんだ。やがんな。宝箱だ。おひいさんの戦いぶり、ほんまに綺麗で見とれてまうわ。あなたの異能こそ興味深いね。妖艶にして死を誘う、たっぷり味わいたいくらいだよ。気合うな。うんうん、なんだそのヤバい。ま、あたしに任せなさい。
一人いいよ、お姉さんに任せてね。お宝はそこだね。群れてるね。しまいだ。それじゃ進もうか。手ごわそうだ。面白い。ついたはずなのに、これだけの不審。ここに至るまでの流れも含め、恐るべき精緻さと周到さかと。それだと、ね、奴の目的は無駄だ。この野郎は越えちゃいけない一線を踏み越えやがった。お疲れ様でした。けじめをつけさせてもらうぜ。お疲れさん。トレジャー発見ですね。ざっとこんなもんってな。ようこそ、バンさんたち。
あなた方だと思っていましたよ。アーセン！アーロン、ヴァンさんたちも。とりあえず無事みたいですね。久しぶりだね、博覧竜殿。いや、バイトの依頼主と呼ぶべきかな。琴のデスゲームでは争ったけど、こうしてまともに話すんは初めてやね。いや、白金の牽制のみならず、MK や執行者まで味方につけるとはね。これぞ裏解決屋の人脈のなせる技ですか。おかげで多方面に作らなくていい借りを作っちまったが、なんせ相手が相手だったからな。最大級の褒め言葉です。結果たどり着かれてしまったとはいえ、いろいろと小細工を浪した甲斐がありましたね。ザレ事はその辺にしろや。単刀直入に行くぜ。そう、マジであんたなのか、おじさん。ファンのおっさんをはめ、キエンジンさんに毒を盛ったの。どうやら自らそこに至ったようですね。その通り、すべて私が仕組んだことです。認めましたか。てめえ、自分が一体何をしたのか分かってんのか。ルーキ始まって以来の危機、昨日今日だけでも街がどれだけ混乱したか。もちろん織り込み済みですよ。ですが全てはヘイユエにとって必要なことなのです。必要。パパを陥れて家々に毒を飲ませたことが。あなたは確かに目的のためなら多少の犠牲や非常な手段も辞さない人よ。それでもザオは、私が昔からよく知るザオリーは、パパやイエイエ、ルーケに対してここまでひどいことをする人じゃないはずよ。アシェンさん。アシェンほど付き合いは深くねえが、俺もほぼほぼ同意だ。そんなあんたのことだ、きっと相応の筋はあるに違いねえ。ヘイユへのために必要、百歩譲ってその言葉だけは信じてやる。だがそれがどんな理由であれ、俺は絶対にてめえを許さねえ。覚悟しな、サオリー。いい短歌だ。いいでしょう、問答は一旦ここまでです。懐柔されたルーケの教師どもか。予想はしていましたが、さすがの隠形術ですね。琴で戦った教師たちよりは数段上かな。では一つ頼みましょうか。あら、月下の日を見せてくれはるん。その余裕ずらぶちのめしてやろう。まずは拳でと参りましょう。すべてはヘイユエのため。遠からぬ者は元に聞け。つくよに舞う我が太刀は虚にして実。そこだ奥義霊月一閃。さすが俺やりますね。ないなよアーロン。これで決めます。やー
終わりです。デビエンス進化。アーロン様、上限アンポです。お決まりやす。アーガチャ、ほら行こか。いや、お見事です。まだまだここからだ。各種ステータスアップです。ま、こんなもんだろ。白金の剣聖に黄金鳥相手では教師でもさすがに分が悪いですか。悪くはなかったけど少し物足りないかな。ともあれ、これであんた一人だな。こんなもんじゃ落とし前にならねえが、ここらで観念してもらおうか。やれやれ、仕方ありませんね。とりあえずこの辺りで一つだけ誤解を解いておきましょうか。実は今回の反乱は全て義炎楼との取り決め通りでした。そいつは、全ての始まりは昨年末、ライケとアルマータの癒着が発覚した時です。かの家はすぐ長老会から除名されましたが、その事実は兵ゆえにとってあまりに不利益でした。何せ曲がりなりにも自責たる家が最悪の芸道たちとつながっていたのですから。アルマータの揺れ戻しが未だ続き、混沌を極めている裏社会、かような疑念を残したままで兵ゆえが変わらぬ威厳を保つことができるでしょうか。ま、少しばかり厳しくなるかもな。兵ゆえを兵ゆえたらしめる絶対的な掟、なぜそいつを自ら破っていたわけだ。その疑念は次なる反乱、さらには第二、第三のアルマータにつながりかねない。ならば完全に疑念を払拭した上で絶対的な立場を示す必要があったわけですね。おっしゃる通り、つまりは膿を出す必要があったのですよ。大きくなりすぎた兵ゆえという組織の目の届かない場所にできた腫瘍、あえて雷家残党たちの反乱を煽り、さらにはルーケ最大の危機を演出することで、ね。ですが、まさかそのために。いいえ、自分で毒を飲んだっていうの。ファンターレンには納得いただけなさそうだったので自己承認になってしまいましたが、すでに状況を説明、納得していただいた上で釈放の準備が進められています。毒に関しても都合のいいものが手に入りましてね、こちらで手配させていただきました。義炎楼も先ほど無事回復されたとのこと。アシェン様もどうかご安心を。そうだったんだ。だよそりゃ。そうは言うても、そんな都合のええ調整をされた毒、一体どこから仕入れはったんやろか。それは、ふん。ともあれ、ルーケを出し抜こうと動いていた他家の不穏分子らについても、昼間の時点であらかたあぶり出し、釘を刺しておくこともできました。ことここに至り、改めて兵ゆえは不動の立場を確たるものにするでしょう。共和国の裏を牛耳る最大のシンジケートとして、裏社会に再び名を轟かせる形で。それがザーとイーイエの目的。裏切りと暴虐、あの大君騒ぎの時ともつながる。これが
ヘイユへのやり方ってことかよ。限度ってもんがあんだろ。今は納得できずとも理解さえしていただければ結構です。そういうわけで皆さんには本当にご迷惑をおかけしました。アロンに私たちをここまで振り回して、でもゾウ、あなたが裏切ったわけじゃないと知れただけで、いかにも一件落着ってところで悪いんだが、ザオ、とっとと本題に入っちゃどうだ。何？本題？すべてはルーケとヘイウェのために仕組んだこと。いかにもそんな風に聞こえたが、ヘイウェの海を出すっつう目的なら、昼間の時点ですでに達成していたはずだよな。ちょっと不自然だよね。確かに、それだけだとしたらそもそもこのビルに立てこもる必要は。ですが、この状況を整えること自体がザオ様の真の目的だとすれば、それは虚にして実、実にして虚ってわけかよ。ザオ、てめえは一体ここで何をしようとしてやがる。痛いとこ疲れたみたいやね。ヘイユへのためという言葉に偽りはないのですが、皆さんのおっしゃる通り、この場を利用させてもらったのは確かです。私の真の目的、それは時代の兵ゆえを盤石にすべく新たな家を起こすことにあるのです。月下最強の剣士、ここで来やがったか。新たな家だと？いえ、つまりは新しい長老家を立ち上げようというわけですか。うん、ようやく話が見えたかな。それにしてももったいぶりはったね。何しろ私の中で長年密かに温め続けていた一手でしたから、それが今回ようやく日の目を見られそうだったので、満を持して打たせていただくことにしました。それにしても待ちわびたぞ。で、見届け人が来るまでこいつらの相手をすればいいのか。リーケ新当主よ。そう来るかな。ようやく合点がいったぜ。遥か古から絶対的な力でもって兵ゆえを束ねてきた長老家、時代によって数は変動したらしいが、一角が欠けることなんざ本来ありえねえ。だが雷家の没落によって都合よく席が空いたからな。そこに収まることで積年の野望を叶えたってわけだ。いい読みです。野望についても否定はしません。まさかあんたが自ら見越しに上がるとは思わなかったが、その男ガウランを筆頭に構成員も一通り揃ったってわけか。雷家の残党とルーケの反乱分子、その両方を取り込んだわけですね。ええ、クロスベルでの足場もありますし、他の長老家も認めざるを得ないでしょう。ともあれ、皆さんには我がリーケの立ち上げをことほいでいただくとしましょう。とっておきのゲストとともにね。
そこです。会食堂で見た影の異能。やっぱり潜んでやがったか。いい反応だね。外野の方は任せてください、アーロンさん。ああ、助かるぜ。外野扱いか。ま、いいけどね。契約分は頼みましたよ、ヨルダさん。了解。これでも仕事はきっちりこなす主義だから。女の子？その顔は。こっちも当たりやったみたいやね。あの人が行方をくらます直前に庭から連れ出した特急のイミゴで、ダンさんは今どこにおるん？は？え？そいつは。答える義理ある？雇い主でもないあなたに。スプリガン、イクスが世話になったんだっけ？一応お返ししとこうかな。やっぱりあの小僧の関係者か。痛い目見んと話を聞いてくれへんみたいやね。ともあれ役者は出揃いました。ですが白金の牽制に黄金町が相手では、こちらの戦力不足は否めません。ゲネシス外郭のかけら、やはりあんたが持っていたか。先ほども目の当たりにした身体強化、今度は3名ですか。では失礼します。イクスが言ってた強化、へえ、なかなか上がるじゃん。強者たちを前に個の部を試したい気持ちもわかりますが、今宵は会わせてもらいますよ、ガウラン。もちろんだ。あんたとの連携もそれはそれで興味深いからな。ち、また厄介そうな。各種背景は気になりますが、なんとか無力化します。月下の達人たちに影使い、楽しませてもらえそうだ。アーロン、今度は本気で行きますよ。どこまでも舐めやがって、徹底的にぶちのめすやな。試合の続き始めるとしようか。頼みましたよ、ガウラン。ま、とっとと終わらせようかな。いい調子。愛は駆動、切り裂け、ダージュブレイド。燃えるね。この子らと遊んでくれへん？
綺麗やろ。飲み込め、サタナエルハンズ。やあリゼット、頼む。チャンスだ。近寄るのは食らうまで。そうだよ。貴様らの力はこんなものか。黒き刃で。フィーバータイムだ。いい調子だ。踊りましょうか。せっ燃えるね。かばせや、けんよ。つくも、崩れた。まだまだ、これからです。合わせて、リゼット。リゼット、食べる。参ります。ライトニングチェイサー。続いてください。これで十分でしょう。決めろ、アーロン。いい調子だ。どこまで粘りやがんだ。まだやる気かよ。俺は望むところだが。十分、契約は果たしたかな。ええ、この戦力を相手にここまでやれれば十分でしょう。ちょうど見届け人もいらっしゃったようですしね。ファンターレン、釈放されたのですね。義援爺さんはもう動けるのかよ。すでに毒は完全に抜けた。まだ少し足元はおぼつかぬがな。今回の件についてはいろいろと言いたいこともありますが、アーロン、バン君たちもご苦労だった。そしてザオ、まさか君が。この度はご迷惑をおかけしました。せめて義援楼のオーダーだけは過不足なく片付けさせていただきましたが。それについてはさすがの手際であった。しかしまさか本当に家を再興してしまうとはな。ええ、いつかこういう日が来るかもしれないとは思っていましたが、
二人とも、ツアーを止めてくれるんじゃないの？諦めよ。事態はもはや、かような段階にはない。こやつを手放すのは、確かに惜しいがな。残念だが、ここでツアーを引き止めれば、兵ゆえはさらに混乱することになるだろう。そんな。脱税の件も不起訴になったとはいえ、ルーケの内紛による騒動には違いない。このままツァオが戻ってきたとしても、その信頼が回復することはないだろうからね。ならば兵ゆえにとって何が最善か。それは自明の理。むしろ博覧流には感謝せねばなるまい。何を言って。なるほどな。没落したライケオも取り込みつつ、海も全て出し切った状態で、その上で新たな家が誕生するとなるや、さぞかし話題性は十分だ。さらにそれを率いているのが名高き博覧流となればなおさらですね。ああ、もちろんルーケの弱体化が免れないだろうが、兵ゆえ全体で見ればこの話に乗らない手は存在しないだろう。でもそんな。今のお言葉をもって承諾の返事と解釈させていただきましょう。主席たるルーケに認められれば、こたびの再興も弾みがつくというものです。では今宵はここまで。他の長老家へのお披露目はまた後日とします。な、影による転移か。やろう、まだ話せ。わきまえろ小僧。すでにこの場は決した。そしてこれより先は兵ゆえの領域、部外者ごときの出る幕ではない。もちろんあなたさえよければ、我らリーケはいつでも歓迎しますよ。その前にいい加減道を定めてもらう必要はありますが。